皆様、引き続きご心配をおかけしております。先ほど病院に行ってきました。ちょっとガーゼを貼っているのでちょっと仰々しくなってしまいましたけれども、先生が言うにはかさぶたになっているところ以外のちょっとブクブクしたまあ、水ぶくれではなくともぷくぷくしてしまった皮膚っていうのはもうめくってしまって、でそこに薬を塗って、で蓋をする、まあ、ガーゼで蓋をして、まあ、1週間なりその清潔に保ちながら、その状態を保持するっていうのが一番皮膚の再生にはいいということで、保護シールを貼ってあったところをまず剥がして、ゆっくり剥がして、で、そこにお薬を塗って今この状態になっています。でその他のかさぶたになっているところはもう抗菌剤のお薬を、塗って、でこの手の方なんですけれども、まあ、ここが一番激しかったんですが、ここは、皮をめくった状態でまあ、ステロイドですよねを塗って、で今ガーゼをしている状態で、でこれを1日、まあ、最低でも1回はきれいに石鹸で洗って清潔にして、それでまた同じようにお薬を塗って、で、保護をするという、これで一応8日の金曜日まで様子を見て、で8日の金曜日に、その経過を見て蓋をされたような状態になったら、次はそのディオアクティブのような、こういうディオアクティブ、肌色の保護シートですよね。ちょっとこれ小さい、これジージーの褥瘡に使ってたようなものなんですけれども、まあ、こういうタイプのものを貼って直していくという形になるそうです。で後のことも聞いたんですけれど、後に残りそうですかっていうのを聞いたんですけれど、大丈夫だっていうことで、残らないように、ちょっと時間かかるところがあるかもしれないけれども全く大丈夫ですよっていうことで、私もちょっとほっとしました。ちょっと表情筋で剥がれやすいのであまり表情変えられないんですけれど、なのでひとまずは大丈夫そうかなという感じです。本当にご心配おかけしました。いろいろな情報をありがとうございました。揚げ物が怖くなりましたっていう方もいらっしゃったんですけれど、なかなかお子さんがいると難しいかもしれないので、揚げ物好きなお子さん多いからね、私はこんな風になってしまいましたけれども、それは私の不注意なので、きちんとガードをした形で私はこれからも揚げ物はしていくつもりではいます。本当に皆様いろいろ貴重な情報ありがとうございました。試してみたいなと思っています。本当にありがとうございました。